まもなく赤番のホーム、8、9番手に中部近畿勢6番の小森隆弘、初の立川記念、見事に白星スタートを切りました。追走8番の近藤辰徳、動いた6番の小森隆弘、残り2周回、中部近畿勢を追っていくのは4番の藤根俊樹、そして2番の吉田拓也も突っ張り気味、一気に主導権をつかむか。2番の吉田拓也、5番の諸橋恵を連れて関東2人が主導権、残り1周切りまし、残り1周半の攻防。6番の小森引いて3、4番手ですが、巻き返してきたのは4番の藤根俊樹、7番の佐々木雄一です。そして9番の伏見俊明、北の3人が出て残り1周切りました。中段に2番の吉田拓也、5番の諸橋恵、中段へと再び収まりまして、巻き返してくる6番の小森隆弘、6番手からのまくり、1番の島川正樹は伸びそうにない、切り替えた3番の園田匠が追ってくる。さあ先頭は4番の藤根俊樹、後続殺到2番の吉田拓也、そして2段掛けは7番の佐々木雄一だ。内からは9番の伏見と5番の諸橋恵が追い込んで連れて6番の小森隆弘ですが、佐々木雄一先頭ゴールイン、2着5番の諸橋恵も追い込みました。